なんだあの化け物は。ここなんだ。怖いよ、助けてママ。ダメだわ。男らしくなさすぎる。むしゃむしゃもぐもぐ、現実逃避しないでください。よっしゃ行くぜ。とりあえずちょっと宝箱をゲットしに行きたい。行くかー。出発。走ったら痩せるかな。継続的に続けていたら痩せるかもしれない、ね、確実とは言えんけど。お、一発ポジティブに行こう。いい感じだ。はあ、緊張した。マジでピョンと戦うのすら緊張する。やばいやん、これからのねボスたち。どっちに進む。これは上に行きましょう。なぜなら上の方向に宝箱があったから。お、違うのか。喧嘩はやめて。旅の疲れで険悪なムード。気をつけてよ、そっちこそ。えらい間に入ってくれてる。まあまあごめん。こっちこそ。二人は仲直りした。こういう時にね、なんかこういうなんていうマイペースな感じの周りを和ませるタイプの子がいたらね、いいよね、現実的にも。ベッドが恋しい。ベッドに寝転がったら秒で寝れる自信があります。はい、上に行こう。まあ、どこでも寝れるんやけどね。正直あ、でもベッドで寝たいやん、やっぱり。さ、そろそろ着くかな。あ、でもあれか、途中で多分でっかい宝箱があった。はい、開ける。ぶった切りの剣が入っていた。怖っ。これは誰。あゆな。お、ですね。そして手に持ったら意外と小さいっていう。サイズ感がよくわからない。お、やつや発見。はい、おはよう。お、誰今度は。あゆなの部屋に行きたいな。ちょっと待って、なんかあゆな超人気やん。めっちゃ人気なんやけど、嬉しい。はい、どうぞ。何があった。あゆの好きな人って誰。みんなめっちゃ気にするやん。お、私も教えるからさ。いや別に興味ない。興味持ってあげて。興味持ってあげて。そして今ので仲良し度が上がる意味もよくわからない。絶対えってなるやんね。興味持って。はい、そして料理はお任せで。どうすか、ゆうかさんが。めっちゃ上がってるんだけど、まずいと。まあやっぱ、良薬口に逃がしと言うから、しょうがない。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。ボロボロの消息はちょっとあれやね。いらんね。ということは、残りの3つ。フェア旅行券、S クラスか、料理、チーズケーキ、HP バラの1本。こういういらん時に限ってくるんよね。ボロボロの消息きた。一応ゆうかさんに渡すけど着ないよ。ね、このまま行こう。はい、それじゃあお小遣い。はい、武器を虹色マイク買っておいで。なんかあれなよね、アイドルの武器は基本的に武器すら可愛いんよね。はい、虹色マイクゲット。これでさっちゃんもパワーアップ。はい、そしてシルクの装束。お、ちょっと値段が上がってきたぞ、だんだんと。この辺からちょっと買えんくなりそうな感じもしてくるよね。これ緑って言うかな。かっこいい。はい、そしてあゆな。あ、足りない。微妙に足りてない鉄の鎧。
はい、それじゃあこれで出発していきますか。まあ、一応一人は強化できたけん。いきます。アイドルの武器、マイクを5種類集めよう、達成。いいぞ、いいぞ。はい、そして。そして、お城へ、帰還します。ほぉ、めっちゃ、めっちゃ荒れてる。これは一体、何が起こった？もうほら、いや、近づいてこないで。近づいてこないでよ。デビル。そういうね、フィールド上に見えてるモンスター。やだわ。お、いけ。鉄だよね。優しい。お、そして意外と強いぞ、デビル。みんな愛してるよ。お、みんなさっちゃんが大好きに。そして、それ関係なく普通にやっつけると。頑張った。頑張ったよ。これで、ですよね。来ますよね。避けれるかなと思ったんやけどな。避けれなかった。パニッシュメント。クソー、効かない。お、ちょっと待って。じゃあ私が。よし。ジャンプギリー。お、準備完了。結構早かったね、今回。よかったー。イエイ。やったね。ね、やったやった。そうやって喜びよる後ろには、ちょっと、お疲れ気味の兵士たちが。うう、敵の侵入を許してしまいました。見たこともない巨大な化け物でした。え、でも、王様も巨大だから見たことはあるんじゃない？ひー、来ないで、許して。めっちゃもうなんかトラウマ級になっとるやん。助けて。王様の方がでかくね。私の任務はただ一つ、王様を支えることです。怪物と戦うことではありません。いや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 、戦え。体を鍛えてはいるものの、戦いは苦手なのです。どうか王様をお助けください。マジかー。兵士たち、ちょっと待って。ごめんね。見捨ててはいけないらしい。あ、会話もなくそのまま突入ですか、戦闘。やさぐれデビル。やさぐれてんじゃねえよ。お、いいぞ、いいぞ。あっという間にやっつけれたりとかするんじゃない？せんかな、さすがに。はーい。いいね、いいね。いやー、やめてー。あ、意地悪になった。意地悪というか、もう完璧に悪役なんだけど。手伝うね。ちょっと待って、横から発されてる。横から発されてるオーラが、あー、やばい！めっちゃ嫌なやつ。超嫌。堪忍袋爆発されたよ。そりゃされるよ。つらい。新しい技、三河足。お、いいね。かっこいい。笑い声も。どうや。お、いいぞ、いいぞ。あー！みんなの邪魔ばっかりしてんじゃないよ。ありがとう。そんな私にも優しいキャンディーさん。素敵すぎる。顔。ちょっと気になる。本当に気になってるか？二人はアドバイスを覚えた。みんな愛してるよー。もうずっとね、ずっと顔があんな感じやけんね。確実に5回しか受けないと思う。お、かまいたち。これでやっつけれたと思ったのに絶対。まだだったか。でもキャンディーさん抜群のタイミングで回復してくれる。嬉しい。
復活。そしてそのキャンディーさんのためにいいとこを見せたいと。やっぱり意外と強いな、ボス級ってことか。え、なんか大きさ違う？違わん気がするんやけど、気のせいか。でかいんかな。汗かいちゃったよ。お、王様は無事かい？ボーナス経験値プラス60。みんなもレベル10やけん、とりあえず一番経験値少ないキャンディーさんで。お、上悪魔のおやつゲット。大丈夫かい？死んでるよ。だだだ、大魔王が攻めてきた。やつは姫の部屋だ。頼む、助けてくれ。もちろんっていうポーズやね、きっと。ちょ、大丈夫か？うわぁ、初音ミク姫。なんだあの化け物は。ここなんだ。怖いよ、助けてママ。ダメだわ、男らしくなさすぎる。むしゃむしゃもぐもぐ、現実逃避しないでください。姫の顔を奪った大魔王アスム、あいつは悪夢の塔へ飛んでいきました。ふんふんふん、どこっすか。お、現れた。今まさに立ったばっかりのビリやね。怖いけど僕は後を追います。初音ミク待ってて。やっぱり走り方はそうなのね。初音ミク姫は僕が助ける。言ってることはかっこいいんだけどな。むしゃむしゃもぐもぐ。いや、あの娘が今一大事よ。顔取られてるのよ。ちゃんと活躍見てるよ、お父さん。見えないけど、聞こえてはおるんかな？声はわかる感じ？多分わかっとるよね。なんか何言われよるかとかは理解しそうやけん。ま、耳はあると。さあ、それでは。姫のこと頼んだぞ。ニートのこともな。お。やっぱいいやつだからね。さあ、向かいますか。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。